スターウォーズ・クローンウォーズはアメリカのルーカスフィルムアニメーションにより制作された 3DCGI アニメーションシリーズである。全7シーズン計133話。2008年公開の 3DCGI アニメーション映画スターウォーズ・クローンウォーズの続編となる物語で本作はジョージ・ルーカスがスターウォーズシリーズの制作に直接関わった最後の作品でもある。 アメリカのスペースオペラである、スター・ウォーズシリーズの、ルーカス・フィルム・ストーリー・グループ公認、制作の、生死に属する、スピンオフ作品。主人公、アナキン・スカイ・ウォーカーとその弟子やそう方のを中心として、エピソード2、クローンの攻撃から、エピソード3、シスの復讐までに繰り広げられた、クローン戦争を様々な視点から描く、3DCG アニメのテレビシリーズ。 2D アニメシリーズ、スター・ウォーズ・クローン対戦扱いの公表を経て、制作されたものの、そちらではすでに、エピソード2、クローンの攻撃から、エピソード3、シスの復讐冒頭の惑星、コルサントの艦隊戦までに至る物語を描き終えていたため、本作は、クローン対戦の直接的な続編でなく、新たなストーリーにて展開されている。アメリカでは、 2D アニメ版とフル CG アニメ版の本作を混同しないよう、副題のクローンオーズの前のザノームでタイトルに差別化がなされた。日本でも混同を避けるため、2D アニメ版の副題をクローン対戦と呼称したのに対して、本作の助章となる映画、スターウォーズ、クローンオーズと本作の副題をクローンオーズと呼称することで差別化している。 2D アニメ版のクローン大戦では約3年にも及んだとされるクローン戦争を全話合計約2時間ほどでダイジェスト的に描いたが本作の助章となる映画スターウォーズクローンウォーズと本テレビシリーズは映画1本テレビシリーズ133話と時間的に余裕がある分クローン戦争の中で起こった様々な戦場での物語をより詳細に描いている 銀河共和国のジェダイ騎士団のヨーダや、オビワンケノービ、アナキンスカイウォーカーと弟子のアソーカ、他の敵側、分離主義勢力を率いるドゥクー伯爵や、グリーバス将軍との対立が、物語の主軸ではあるものの、クローントルーパーやドロイドの R2D2 や C-3PO、他にも、賞金稼ぎや宇宙海賊たちなど、サブキャラクターをメインにしたエピソードも多い。また、 ディズニー買収後にレジェンズとなった作品群の設定やキャラクターも取り入れられている。また各話の冒頭ではその話の内容を一言で表した訓示のような言葉がクレジットされている。エピソードは1話完結のものと2から4話完結のものがある。基本的には放送された話の順に劇中の時間も進んでいくがシーズン1の 第16話やシーズン2の第16話のように本作の助章である映画クローンウォーズ以前のエピソードを描いた話も存在する当初1話22から24分の全100話ほどの構成予定でジョージ・ルーカス制作葬式の下で制作が2007年に始まったが制作話数は企画当初の予定であった100話分を超え その後もシーズン8まで制作される予定で、脚本もすでに完成していた。だが2012年10月、ウォルト・ディズニー・カンパニーが、本シリーズの制作会社、ルーカス・フィルムを買収し、シークエル・トリロジーの映画制作を決定したことに、伴い、その影響によるシリーズ展開の抜本的改革を受け、本作は当時放送が完了していた。 シーズン5まででの打ち切りが発表された。だが後に、シーズン6のすでに完成していたエピソードを、ザロストミッションと題して2014年2月15日より、配信し、これを、一旦の最終シーズンとすることになった。日本でも、スター・ウォーズ・フォースの覚醒公開を記念して、2015年12月23日に、視聴無料の BS テレビの D-Life にて、 シーズン6の全13話が放送された。また、2014年9月25日には CG 未完成エピソードとしてシーズン6のウータパウ4部作が2015年4月29日にはシーズン7のバッドバッチ4部作がスター・ウォーズ公式サイトで公開された。その他の残りのエピソードも様々な形で発表されている。 シリーズ10周年を迎えた2018年7月20日、アメリカ・サンディエゴで開催されたコミコンインターナショナル内で、麻生方のとキャプテンレックスを中心に、エピソード3、シスの復讐の舞台裏を描く全12話で構成される新作エピソード、シーズン7の制作が発表され、予告編も公開された。この新作エピソードは、ディズニーが2019年11月に開始した。 ストリーミングサービス、ディズニープラス内で2020年2月21日より、米国にて順次配信開始。同年6月11日の日本での、ディズニープラスサービス開始以降、日本語を吹き替え版も、同時配信される。ファイナルシーズンは、各4話で一つの物語が描かれており、前編は、キャプテンレックスを、主人公としたクローンの特殊部隊、バッド・バッジの物語、 中編は、アソーカータの主人公とした、ジェダイ離脱後のアソーカの物語、最終章となる後編は再開したアソーカとレックスが、モールと対決する、マンダロア包囲戦からジェダイ粛清の指令、オーダー66発動後までの、エピソード3、シスの復讐の裏側を描く物語となっている。マンダロア包囲戦を描く最終章にあたる、第9話以降の4部作は、 冒頭に、エピソード4、新たなる、希望公開当時のルーカスフィルムのクレジットが表示され、加えて、第9話では、オープニングも、ジョン・ウィリアムズによる、実写映画本編のオープニング曲が使われるなど、過去作へのリスペクトや、第10話以降では本シリーズの定番だった、オープニングナレーションがカットされ、各話数のタイトルが、パート表記にされるなど、一本の長編作品として、 見せるための特殊な編成となっている。また、作中のモールのアクションシーンは、エピソード1、ファントムメナスにて同役を演じた俳優、レイパークが、モーションアクターを担当している。作中のアクションシーンにて、モーションアクターを起用するのは、これが、初の試みとなる。デイブ・フィローにはこれまで、総監督として、ルーカスのアイデアをもとに、 作品全体のコンセプトアートや大まかなシナリオ展開、全体の演出コントロールのほかシーズン6までに話数監督を9本担当してきたが、脚本はシーズン2の最終話である第22話で共同脚本を務めたのみであった。しかし、本シーズンでは第1話から第8話までの話数で共同脚本を務め最終章である。 マンダロアホイセンからオーダー66発動後までの全4話ではシリーズ初の単独脚本を務めた。ジョージ・ルーカスはファイナルシーズンでも監修的な立場で関わり、ディズニー買収後に公開された新規のスター・ウォーズシリーズでは唯一の直接参加作品となっている。モール役の声優サム・ウィットワーはルーカスの原案を企画して制作された。 シークエルトリロジーや他の関連作品と違い、ファイナルシーズンをジョージにとって特別なもの、ジョージの指紋がついた、スター・ウォーズはもうこれが最後と評しており、ルーカス自身も作品のクオリティと総監督の疲労にを高く評価している。シーズン5終了後、ウォルト・ディズニー・カンパニーの買収によって一度打ち切られた、クローン・ウォーズからエピソード4。 新たなる希望までの間の物語として、本作と同様に、デイブ・ヒローニが、原案、制作葬式、総監督を務めた、生死に属するスピンオフアニメーション作品、スター・ウォーズ反乱者たちが全4位シーズン放送された。本作では、アソー・カタノや、キャプテン・レックス・らクローン兵たち、モール、一部の本作登場キャラクターたちの行方や、天末も描かれている。 ファイナルシーズン終了直後の2020年7月13日には、新作アニメシリーズ、スター・ウォーズ・バッド・バッチが、ファイナルシーズンと同じく、ディズニープラス内で2021年5月より、配信されることが発表された。本作は、ファイナルシーズンに登場した、クローン部隊、不良分隊を、主人公に据え、本作のファイナルシーズンと同じ時間軸から、 帝国の誕生とクローントルーパーが、徴兵制の兵士に切り替わる過程などを描く、物語となる。制作葬式は、クローンウォーズと同じく、デイブ・フィローニが務め、制作スタジオもクローンウォーズから引き継がれる。2019年より配信される本作の10、数年後を描く実写ドラマ、マンダロリアンでは、ファイナルシーズンで描かれた、マンダロア包囲戦の話が、 登場人物から語られるほか、アソうかたをはじめ、この戦いに参戦した登場人物たちも登場する。スターウォーズエピソードに、クローンの攻撃で、銀河共和国と分離主義勢力が、惑星ジオノーシスで衝突して以来、クローン戦争の戦果は、銀河各地に拡大した。ジェダイが指揮する、クローントルーパーによって構成される、銀河共和国軍と、 バトルドロイドによって組織されたドロイド連合軍は各地で激戦を繰り広げる。そして戦争を少しでも自陣営に有利にするため、共和国と分離主義勢力は戦闘の高く地で活発な外交交渉も敢行。それらの影響は各惑星に裏切り暗殺等様々な形で現れるのだった。そんな時、アナキンスカイウォーカーのもとに14歳のトグルータの 少女が現れる。名前は、麻生カタノ彼女は、ジェダイマスターヨーダの遺行で、アナキン・スカイウォーカーのパダワンとなった。アナキンは当初、麻生カを弟子と認めなかったが、様々な戦いを通して、彼女が自分と同じ性格の持ち主であると知る。そして、彼女を認め、以後行動を共にするようになる。麻生カも戦争を通じ様々なことを学び、 アナキンや彼の副官を務めるクローンキャプテンレックス、彼の配下にある第501大隊の個性豊かなクローントルーパーたちと信頼関係を深めた。さらに、パドメアミダラなどの議員や政治家、他の惑星の住民らとの交流を通して戦争の光と闇に触れていく。クローン戦争が2年目に突入する頃、アサージ・ベントレスがシリアスの命令により、 ドゥークー伯爵に裏切られ、分離主義勢力を脱退。賞金稼ぎとして新たな仲間と共に分離主義、勢力や、犯罪者たちと戦い、時にはジェダイに協力するようになる。一方、フォースの力により、密かに生き延びていたモトシス教、ダースモールが、彼を探していた弟、サバージオプレスの手で完全によみがえる。モールは、 オビワン家の帯とダースシディアス暗殺を目的にシャドウ、コレクティブと呼ばれる犯罪組織を立ち上げる。この組織は、共和国と分離主義勢力の双方の敵となる、第三勢力として、戦争に参戦した。この第三勢力を脅威と見たダースシディアスは自ら、行動を起こし、モールとサバージを襲撃。サバージを殺害して、モールを捕虜として捕らえる。 しかし、シャドウコレクティブの手でールはシディアスから救い出され、彼の指導の下で銀河各地で勢力を広げていった。アソーカはアナキンと共に各惑星で繰り広げられる戦いに身を投じ、ジェダイとしても指揮官としても成長していく。最初はアソーカをお嬢ちゃんと呼んでいたクローンたちも、彼女の実力を認め、コマンダーと呼んで信頼するようになる。また、 麻生家は、戦場となる惑星に住む住民や敵である、分離主義者の支配する惑星に住む住民との交流を通して、どちらが善でありどちらが悪なのか、戦争をする意味やジェダイの戦う意味について疑問を持つようになる。一方で、レックスも、軍から逃亡して、家族を持った脱走兵のクローンとの交流や、 共和国を裏切ったジェダイマスターとの戦いを通して、戦争の意味や戦争が終わった後のクローンの存在意義について疑問を持つようになる。戦争は銀河全域を巻き込み、どの人へも大きく消耗していた。そんな中、アソうかたのが、ジェダイ制度を襲撃の犯人に仕立て上げられ逮捕される。アナキンやキャプテンレックスなど彼女の無実を信じる者もいたが、ジェダイ評議会は、 彼女の追放を宣告。軍事裁判にて死刑判決を受ける直前であったが、その時アナキンが真犯人である別のジェダイを逮捕したことで無実が証明される。しかし、この冤罪事件を通してジェダイ評議会を信用できなくなった麻生家は、評議会とアナキンから離れて、もう一度、ゆっくりと自分自身について考えるために、アナキンの引き止めにも応じず、 ジェダイ聖堂から去っていった。麻生家が脱退したの後もアナキンは第501大隊を率いて各地で戦いを繰り広げていた。そんな時、第501大隊に所属するクローン兵の一人がジェダイを殺害する事件が起こる。自分を見失ったかのような行動を起こしたクローン兵を調査するためレックスは、 自身の補佐を務めていた第501代隊所属のクローンアークとルーパーファイブスと調査を開始する。しかし、この事件からある計画の発覚を恐れたダースシリアスは妨害工作を開始。最終的に異常を起こしたクローンは死亡し、計画の真相にたどり着いたファイブスも殺されてしまう。しかし、レックスはファイブスの残した。 最後の言葉から秘密裏に事件を追うことを決める。戦争終結まで数週間と迫った頃、アウターリム包囲作戦が始まり、分離主義勢力は徐々に追い詰められていた。一方で、クローントルーパーたちも、銀河外縁部に戦場が広がったことにより、部隊を各地に分散させる必要があり、戦力がちりじりになったことで苦戦を強いられていた。 戦力を分散させられたクローン軍への救援として、ジェダイ評議会は、外援部各地に、ジェダイ騎士を派遣していた。アナキンも数々の戦いで奇抜な作戦を実行し、第501大隊を率いて、各地で勝利をもたらす戦果を上げていた。一方で、外援部に派遣されることでアナキンは、ジェダイの掟に反して密かに婚約したパドメアミダラと、疎遠となる。 アナキンは二人の夫婦としての関係を知る数少ない、協力者である副官のキャプテンレックスの協力もあり、戦場でのわずかな休息の時に密かに、パドメと連絡を取り合っていた。アナキンやレックスは口裏を合わせ周囲を騙し抜いていたが、死であるオビワンは、アナキンとパドメの関係性に気づき始めていた。そんな時、ジェダイを脱退したアソーカがアナキンとオビワンに救援を、 求めてきた。それは、ダンアスモールがマンダロリアの戦士たちと共に、マンダロアの首都を占拠したという知らせだった。彼女の助けになりたいアナキンであったが、同時期に、コルサントが襲撃され、アナキンとオビワンはコルサントへ戻る必要があった。アナキンは、自らの副官であるレックスをコマンダーに昇格させ、アソーカを軍事顧問として同行させることにした。アナキンから、 プレゼントされたライトセーバーを手に、麻生家はマンダロアでモールとの決戦に挑む。コマンダーレックス率いる第501大隊は共和国とマンダロアとの間に100年以上保たれていた和平条約を破棄して首都を襲撃。あとに30年以上先の未来でも歌として語り継がれることになるマンダロア包囲戦が開戦した。 第501代隊のクローン兵たちは、銀河最強の戦士といわれるマンダロリアンと互角に渡り合い、次々と制圧していく。一方、軍事顧問として同行していた麻生家は、モールとの接触に成功。そこで、麻生家は、モールが、マンダロアを占領した本当の目的が、アナキン・スカイウォーカーをおびき出して殺害し、ダンスシリアスの計画を破綻させる計画だったことを、 聞かされる。麻生家はその話を信じず、モールと対決。死闘の末、モールの逮捕に成功する。第501大隊もマンダロア首都を完全に制圧し、マンダロアでの戦闘は終結した。そして、モールを、第501大隊のベネター級クルーザーに遊兵し、コルサントへ護送する最中、レックスの下に、ダースシディアスからオーダー66の指令が下る。 麻生家は、かつての仲間であるクローンたちから攻撃され、逃亡するが、レックスが完全に洗脳される間際に残した、ファイブスを探せという言葉や彼が残していた、ファイブスに関連する事件の資料をヒントに、クローンに埋め込まれた、バイオチップの謎を突き止めることに成功する。そして、レックスを捕まえて、バイオチップを取り除き、オーダー66の自爆から解き放たれたレックスは、 麻生家と協力して脱出の方法を探す。一方、モールは麻生家に陽動薬として逃がされる。船の機関部を破壊したモールは船の墜落から脱出するため格納庫を目指す。麻生家とレックスもクローンたちを一人も殺さずに気絶させながら格納庫を目指すが、たどり着いた格納庫で立ち裸ったのは3年間を共に戦い抜いた仲間である。 クローンアークとルーパージェシーと第501大隊であった。墜落する船の中、自分たちの命と引き換えに二人を殺害しようとするジェシーと第501大隊のクローンたちを前にして、アソーカトレックスは生き残るために辛く悲しい選択を迫られることになる。最速配信は米国のみだが、最新話には日本語吹き替え版が同時収録されている。 2014年9月25日、スターウォーズ公式サイトより、シーズン6の CG 未完成版の、ウータパウ4部作が公開された。2014年10月14日、シーズン6のダースモール4部作が、スターウォーズ、ダースモール、サン・オブ・ダ・サメアとして、コミックで発売された。2015年4月29日、スターウォーズ公式サイトより、 シーズン7の CG 未完成版のバッドバッチ4部作が公開された。2015年7月7日、シーズン7のアサージベントレスとクインランボス8部作が、スター・ウォーズ・ダーク・ディサイプルとして小説で発売された。2018年7月20日、新たに12話の新作エピソードを制作し、2020年2月21日より、 放送開始する予定であることが発表された。監督のデーブ・フィローにはキャンセルとなった、シーズン6以降の物語で、ウーキー族のエピソードや、バッドバッチ4部作、ニュージェダイオーダーシリーズに登場したユージャンボングが、登場する4部作、惑星門からマリ4部作、ボバフェットとキャド・ベイン含む賞金稼ぎ4部作、アソーカのジェダイを去った後の4部作、 キャプテンレックスと R2D2 の4部作、ジロビーストのその後のエピソードなどを考え、一部のエピソードでは多数のスケッチやアートワークなど描いていた。このうち、バッドバッチ4部作とジェダイを去った後のアソーカーを描く4部作は、後にシーズン7の一部として、正式に制作、公開された。ありがとうございます。